隋王子は、岐阜県笠松町奈良町にある臨済宗明神寺派の寺院で、本尊は聖観世音菩薩。三号は臨床山で、修郎門が鮮やかな赤色に塗られていることから、赤門寺の別称がある。美濃四国三十一番札所。中世の隋王子は、時家の寄信を受ける寺院として発展してきた。時来ます寄信の掛け仏の裏書きから、寺院の場所は、 現在の各見ヶ原市川島笠田町にあったとされる。他にも、時政房寄進の掛け仏、時代末、時政房の遺廃がある。その頃の宗派や住職は不詳。1664年に、笠松草分家八人衆の一人、広瀬宗右衛門が、即前置聖前寺を、姫路のマゼンラから解散として迎え、笠松町新町に創建する。江戸時代は、 笠松軍隊と関係が深く、過去町には、歴代の美濃軍隊のうち、四代、名取半左衛門長近、十二代、青木次郎九郎安木代、十三代、千草正門直人代、十四代、千草六郎衛門これただ、十七代、鈴木門蔵郎正勝の名が記されている。千七百五十八年、前週の中高の祖と称せられる白衣に絵描く禅師が、奉演している。 1891年の農美地震によって、仮覧が失われたが、再建された。1923年に区画整理に伴い、現在地に移転。寺内には、観音堂の他に、大使堂がある。大使堂には、聖徳大使と工房大使が祀ってあり、美濃四国三十一番札所として、巡礼の対象となっている。ありがとうございます。